閉鎖されるのは道内選出で自民党安倍派の堀井学衆議院議員の苫小牧の事務所です。一連の疑惑で議員個人の政治資金パーティーが当面開催できず、収入が減ることが予想されることから年内での閉鎖を決めたということです。公設秘書と事務職員も解雇の予定です。堀井学議員は先週内閣府副大臣を辞任しています。関係者は任意聴取の要請はまだだがいずれ来ると思うなどと話しています。不記載となっていた総合計は2196万円となります。誠に申し訳ございませんでした。議員辞職は考えておりません。離党も考えておりません。自民党安倍派の堀井議員は2018年からの5年間で派閥からおよそ2200万円のキックバックを受け、政治資金収支報告書に記載していなかったとして謝罪しました。当時からキックバックを認識し、現金を自ら運んだこともあり、事務所の運営経費などに使ったと話した上で、不記載は同僚議員が記載していなかったため問題ないと思っていたなどとしました。収支報告書は来週にも訂正するということです。不記載となっていた総合計は2196万円となります。誠に申し訳ございませんでした。議員辞職は考えておりません。離党も考えておりません。自民党安倍派の堀井議員は2018年からの5年間で派閥からおよそ2200万円のキックバックを受け、政治資金収支報告書に記載していなかったとして謝罪しました。当時からキックバックと認識し、現金を自ら運んだこともあり、事務所の運営経費などに使ったと話した上で、不記載は同僚議員が記載していなかったため問題ないと思っていたなどとしました。午後には地元の支援者に向け説明しました。いや、誰も納得なんてしないよ。なるほど。何も内容がないから具体的に、そのデタラメなお金使ったわけじゃないんで、ちょっと法的にはダメなことやったけれども、これまで支持してきましたので応援していきたいと考えておりますが。堀井議員は来週にも収支報告書を訂正するとしています。誠に申し訳ございませんでした。会見で堀井議員は2018年からの5年間で派閥から2196万円のキックバックを受け、政治資金収支報告書に記載していなかったと明らかにしました。それぞれこう支援者を増やす会合に参加する経費であるとか、友好を深める二次会に参加するであるとか、使い道については事務所や秘書の経費などに加え会合への参加費にも充てられていたと説明、現金を自ら運んだことも認めました。不記載にしてはならないものだというものが理解度が足りなかったんだと思います。議員辞職は考えておりません。離党も考えておりません。支持者に対する堀井衆議院議員の説明会が始まりました。ただ報道陣には非公開になっています。堀井議員から説明を受けた地元の関係者からは厳しい声も上がりました。いや、何も内容がないから具体的に、わざわざね、国会会中に戻ってきてやるには物足りないって、いや、誰も納得なんてしないよ。なるほど。違和感はなかった。堀井議員は今週にも収支報告書を提出するとしています。落書きがあったのは北海道苫小牧市若草3丁目にある堀井学議員の政治活動用のポスターです。2月15日までに苫小牧市の2カ所で合わせて11枚のポスターが黒の塗料で塗りつぶされていました。堀井議員の事務所は15日に被害届を提出し、警察は器物損壊事件として落書きをした人物の行方を追っています。堀井議員は
自民党派閥から2018年からの5年間で2000万円以上のキックバックを受け、報告書に記載していなかったことが明らかになり、1月に謝罪していました。落書きがあったのは、北海道苫小牧市は格差3丁目にある堀井学議員の政治活動用のポスターです。2月15日までに苫小牧市の2カ所で合わせて11枚のポスターが黒の塗料で塗りつぶされていました。堀井議員の事務所は15日に被害届を提出し、警察は器物損壊事件として落書きをした人物の行方を追っています。堀井議員は自民党派閥から2018年からの5年間で2000万円以上のキックバックを受け、報告書に記載していなかったことが明らかになり、1月に謝罪していました。講演会がない中、それと、地域の代表殿である事務所、苫小牧と室蘭の事務所がないこと、どぶ板選挙をするのかしないのか、こういったところを本人の意思を確認したいという意味で、意見書という形で提出させていただきました。報告書に記載のないキックバックが明らかになった自民党派閥のパーティーをめぐる裏金問題。胆振日高地方選出の堀井議員は2000万円以上のキックバックを受け取った上、収支報告書に記載していませんでした。その後、地元への説明がほとんどないことから不満が高まっています。意見書では、堀井議員が苫小牧と室蘭の事務所を閉鎖したこと、後援会の幹部が相次いで辞め、後援会活動が停止状態になっていることなど、5項目にわたって問題視しています。さらに支持者からは、地元周りをしていない、応援したくないなど、批判的な意見が寄せられていると指摘しています。意見書では、猛省して初心に戻り、心機一転巻き直されんことを期待するとし、問題を無視放置した場合には我々にも覚悟があると締めくくっています。意見書はおととい登別市の事務所に郵送し、堀井議員の事務所は早急に回答できるよう本人に調整させたいとコメントしています。これは比例北海道ブロック選出の堀井学衆議院議員が SNS に投稿した動画です。トレードマークだった頭にカツラをつけて二刀流を名乗っています。議員が話題作りに励む一方で、それを支える周囲からは厳しい声が相次いでいます。このまま支部長同じではダメだというような意見も聞いております。皆さんの声もぜひともこの場で受けて、そしてまたこの後にですね、しっかりと堀井支部長にもまた伝えて。昨日苫小牧市で開かれた同9区の緊急役員会、次の衆議院選挙で堀井議員が公認候補となることに異論が出されました。一体どうなるのでしょうか。この週末は道内選出の自民党議員による裏金についてのお詫びが続きました。およそ2100万円の不記載があった橋本聖子参議院議員。政治資金の問題におきまして大変な、ご迷惑をおかけいたしましたこと、この場をお借りいたしまして改めて深くお詫びを申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。道5区の和田義明衆議院議員は発覚後初めて公の場でおよそ1000万円の不記載について謝罪しました。皆様方に心からお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。身体問題が浮上している堀井議員もおよそ2200万円の不記載があったとして党の役職停止1年間の処分を受けています。今年1月には謝罪もしました。誠に申し訳ございませんでした。支援者を増やす会合に参加する経費であるとか、二次会に参加するであるとか、不記載にしてはならないものだというものが理解度が足りなかったんだと。
しかし先月、自民党苫小牧支部は堀井議員がパフォーマンスに走り、地元の支持者や有権者を回る活動を軽視しているとして厳しく批判しました。独善的であり傲慢な態度と言わざるを得ず、政治家失格です。これ以上支部長として認めるわけにはいかないという結論に達しました。そして昨日開かれた同9区の役員会、各支部からは堀井議員の交代を求める意見と慎重論の両方が出ました。もうダメっていう意見はまあまあ3分の1ぐらいあったのかな。議員としてしっかりやってくれたと、このことは評価していいと。そして現職であることに対して簡単にその辞めてほしいと、下ろした方がいいなという、そんなことは軽々に言うべきでないという意見もありました。堀支部長がどこまで、本気で、その修復にこれから努力されるかというところが一つのポイントかなというふうに私は思っています。役員会で出された意見が堀井議員に伝えられました。このようないざこざに地元の有権者は、普段などうやってどう何してるのかわからん、全然伝わってこない、伝わってこない全然、まあ、あんまりいい評判聞かないんで、できればなんかもうちょっとふさわしい人をなんとか発掘していただかないとですね。同9区では今後幹部らが堀井議員と話し合い、6月末の総会までに党本部に交代を求めるかどうかなど方向性を決めたいとしています。はい、有権者から厳しい声が相次いでいます。その不信感というのを払拭するのは簡単なことではないと思いますし、今後の言動というのが注目されますね。そうですね。堀井議員の今後ですが、こちら、まず昨日地元同9区の役員会が開かれました。ここでは今後堀井学に代わる議員をという声が3分の1ほど上がったそうなんです。この結論ですが、来月29日に出す予定です。堀井議員で行くのかどうするのかというのを党の本部に挙げるかと見られています。ですが、ここよりも前の来月23日には国会が会期末を迎えるということで、ここで解散総選挙が行われるかもしれません。そうすると結論が間に合わないですよね。さらにここで行われないにしても9月の自民党の総裁選で解散総選挙が行われるかということで、どちらにしてもあまり時間がないというのが現状なんです。有権者の選択がどうなるのか注目が集まります。さて、次の衆院選に出馬しないことを決めた自民党の堀井学衆議院議員の記者会見が間もなく始まります。記者会見が行われる、そちらの映像を今お届けしています。この後間もなく堀井議員の記者会見が行われます。党の裏金事件と自身の進退についてどのように説明するのか注目されています。これ場所は北海道庁ですかね。こちら道庁の記者クラブですかね、はい、多くの、ね、メディアも集まっていますけれども、やはり石井さん、その裏金問題にも関わる議員のこの決断、何を喋るのかっていうのは結構注目されますよね。注目されてますもんね、はい、こちら左下に出ているのが、まあ、これまでの裏金問題をめぐる経緯なんですけれども、去年11月裏金問題が表沙汰になりました。そして12月になって内閣府副大臣を辞任しています。そして今年の1月です。およそ2200万円の不記載で謝罪、不記載を認めて謝罪しました。さらにその後の処分ですが、4月になって党の役職停止1年間という処分が下されています。これまでは有権者の多い室蘭、苫小牧の事務所を閉鎖するなど、地元活動を軽視しているなどとして支持者から候補者交代を求められていました。今月下旬までに進退などを判断するというふうにしていましたが、今日の会見で何を語るのか注目です。そして堀井学議員のプロフィールですが、改めてこちら、裏金問題をめぐる経緯をご説明します。去年の11月に裏金問題が発覚したわけなんです。その翌月です、内閣府副大臣を辞任しまして、年をまたいだ今年の1月、およそ2200万円の不記載を認めて堀井学議員は謝罪しています。そこから検討された処分ですが、今年の4月、
党の役職停止1年間という処分が下されました。支持者からは交代を求める声が上がっていまして、特に地元を軽視しているのではないかというような声が上がっていたんです。では堀井学議員とはどのような人物なのか改めてご説明しますと、もともとはスポーツ選手です。1994年リレハンメルオリンピックのスピードスケート 500m で銅メダルを獲得しました。2002年のオリンピックを最後に引退しまして、2007年道議選に 出馬しまして初当選しています。その後2012年には、畑山元首相の刺客として衆院選同9区で出馬して初当選しました。その後2021年まで政権が続きましたが、同9区で敗れて比例で復活当選。その後裏金問題が発覚してからは内閣府副大臣を辞任したというような形になっています。そしてここで堀井学議員が現れましたね。はい、堀井議員の会見が始まるようです。自らの言葉でどんな説明をするのでしょうか。中継でお伝えします。堀井代議士が到着しましたので、これから記者クラブの皆さん、そして報道関係の皆様にはお集まりいただきましてありがとうございます。まず初めに堀井代議士より一言いただいてから質疑応答したいと思いますので、よろしくお願いします。皆さんお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。改めまして一連の政治資金問題、不記載問題について国民の皆様方、道民の皆様方に深くお詫びを申し上げたいと思います。政治家として一人の男として人間としてけじめをつけたいという思いでありました。昨年の12月から今日に至るまで私自身も自問自答し深く考えておりました。そこで次期衆議院選挙に出馬しないという決断に至った次第であります。また理由につきましては、副大臣を辞任したこと、これは天皇陛下ご臨席のもとに認証式をもって行われるものでありますけれども、その副大臣をわずか3ヶ月で辞任するという点であることが1点であります。もう1点は、事務所にて秘書の横領事件があり秘書が逮捕されました。引き続いて政治資金の不記載問題という相次いで起こったこの問題に責任を取る必要があると考えておりました。結果、選挙区内の自民党関係者、そして有権者の皆様方、ご信頼ご信用をいただいてた皆様方のその信用と信頼を失墜する結果になったということが理由であります。改めまして深くお詫びを申し上げたいと思います。それでは質疑に入るんですが、会社名と名前で最初お願いいたします。はい、NHK の古垣と申します。ご苦労様です。確認とですね、思いをお伺いしたいと思います。まず今回この不出馬と立候補しないという決断はいつ出されたのか、で今の時期の表明になった理由を合わせていると思います。また議員辞職ですとか離党の可能性はないか、こちらも理由も合わせてお聞きします。そしてですね、この一連の問題の責任を取る形での不出馬の表明、これは安倍派の議員として初めてのことになるかと思います。地元の再生などを掲げられまして10年以上国政で活動してきたわけですけれども、今回このような判断に至った率直な意見を伺います。以上3点お願いします。まず時期的なものでありますが、この問題が私の事務所でもあるということが確認されたときから、私自身は議員辞職、離党、そして次期選挙不出馬、このいずれかの決断をしなくてはならないということを考えておりましたし、常に自問自答、先ほども申し上げましたが自問自答をしていたところでありました。ですからいつ頃かといえば昨年のこの事案が発生したときからであります。離党の可能性というのは、議員辞職についてはまだ未来の可能性が残っているわけでありますし、離党についてもまた未来の可能性が残るわけであります。そういった中で言えばですね、選挙に出馬しないというけじめのつけ方が私にとっては一番重いものだと考えておりまして、今回不出馬ということに至ったところであります。未来というのは堀井さんの政治家としては未来と。そうですね、はい。
であの3点目の最後のところなんですけど、まあ、10年以上こう地元のためということであの国政で活動されてきました中で、まあ、自らで収支を打つ決断されたということになるかと思います。あの率直な今の思いです。じくじたる思いであることは間違いありません。まだまだ有権者の皆様方の 信頼と信用を得て、しっかりと国政でこの国難と言われている時代、そして時代の転換期と言われている時代を乗り越えるための政策推進に邁進したかったわけでありますが、それがこういった一連の不祥事によって、私自身のこの不祥事によってですね、こういった結果になるということについてはじくじたる思いであります。しかしながら清和政策研究会でさまざまな大先輩たちにご指導ご鞭撻いただき、地元の案件も国政の課題もあらゆるところで多くの人たちにお世話になりながら活動できました。多くの山積していた問題もですね、私の選挙区内の事案もですね、相当程度前へ進むことができたのかなというふうに思っております。清和政策研究会でお世話になったまだ任期は ありますから、引き続きご指導をお願いしたいということと、まあ、もうすでに解散はしておりますが、大先輩たちからはそういったご指導を受けながら、これからも残された任期頑張っていきたいと思っております。堀井学衆院議員の会見をご覧いただきました。改めて会見のポイントをこちらにまとめました。語ったことは裏金問題についてのまずはお詫びをしていました。次の衆院選に不出馬することを改めて表明しまして、役職を辞任したことなどが理由だというふうに話しています。さらには議員の辞職、そして離党も検討しているということです。広岡さん、不出馬が一番重い決断だと本人話していましたが、いかがでしたか。そうですね、裏金問題についてのお詫びはありました。ただ不出馬の理由2つ挙げたうちの1つが、去年の12月に内閣府の副大臣を辞任したということ、2つ目が事務所の秘書が逮捕されるなど不祥事が、あったこと、これが理由というふうに言ってましたので、直接この裏金問題が、大きな直接の理由というふうには語っていませんでしたよね。ですからこのあたりというのはやっぱり他にもまだこの裏金問題についてこう明らかにしていない議員もいる中で、なかなかそういったスタンスでは取りづらいところもあったのかなというところはちょっと感じたりしますよね。そうですね、はい、裏金をめぐっては道内で議員4人の不記載が明らかになっているんですが、不出馬を表明したのは堀井議員が初めてとなっています。はい、その他の議員ですが、道内選出議員で言いますと橋本聖子議員や和田義明議員、高橋晴美議員などがいます。裏金問題の中では処分としては党の役職停止1年間を受けたのが堀井学議員と橋本聖子議員、そして戒告処分が和田義明議員、高橋晴美議員は処分はありませんでした。次の選挙への出馬を表明しているのは高橋晴美議員のみと今はなっています。今回堀井学議員が不出馬を表明しました。今回、その裏金問題が原因となったということは明らかにしっかりとは言いませんでしたが、今後この問題に関わっている橋本聖子議員や和田義明議員がどうなるのか注目されます。